Serpini was the first vegetatively propagated variety among all petunias. Tell me how you first started breeding Serpinia. 一番最初は全く別なプロジェクトに従事したものがサフィニアの元になったものを見つけたんですね。で、まあ花なんていう仕事はサントリーの中ではなかったですけれど、でもこれは何かなのかなということで新しいこととしてやってみたんですね。まあ綺麗なものができて何とかしたいとビジネスにしたいと思ったんですけれど、私たちは当時全てのペチュニアは種だったんですけれど、それを種の品種にするまで悠長に待っていてくれるような会社ではなかったですから、5年以上もかかるようなプロジェクトはダメだということで何とかしたくて、で挿し木で増やすことを思いつきました。それでビジネスが始まったんです。 Serpinia changed the industry, and I heard that you were a part of the team that first developed Serpinia. Can you tell me a little bit about it when Serpinia first was launched? 業界の人たちにとっては挿し木で増やすペチュニアっていうのはもう全くの非常識な品種だったんで、まあクレイジーな連中が妙な品種を出したということで最初は相手にされなかったんです。でも私たちはその品種の良さを知ってましたから、お客様のところに届けばなんとかなると信じてました。で実際店頭まで届いてみると、消費者の皆さんはそれを育ててみて十分楽しめることができるということで、世界中のどこの市場でも受け入れてもらえたんですね。その後で業界はそれに気がついてついてきてくれました。 When you travel around the world, you see Serpinia everywhere. It is so popular all over the world. How do you feel about that, that it has such mass appeal and success? 本当に日本だけじゃなくてヨーロッパやアメリカの庭先で楽しんでる姿を本当によく見るんですけど、どこの地域でもそこの風景の中に入り込んで我々の品種がサフィニアがこう風景を作ってくれてるというところを見ると本当に嬉しいです。